さて優勝決定トーナメント B 組であります。クリス・マルコフ、アントニオ猪木選手、早くもリング上に登場しております。この放送をお送りしております三菱電機より両選手レフリーのユスフ・トルコに花束が贈られました。さて外人側クリス・マルコフの表情、控え室での表情はどうだったでしょう。竹内アナウンサーにお願いします。私があの外人の控え室に行った時、やはり日本側と同じようにですね、誰もいないでシーンとした感じだったんです。ブラジル選手とそれからマルコ選手2人がですね、対照的でした。ブラジル選手は座りました。ちょうど物を考えるように、ちょうど考える銅像のようにですね、動かずにいたんですが、片方のこの今登場しましたマルコス選手は行ったり来たり行ったり来たりしまして、何か落ち着かない表情で、私が入ってきましたら途端にじっと睨みまして、お前誰だというような、だいぶ緊張している様子が伺えました。とにかくいつもの外人のあの明るい表情はないんですね、二人ともね。マルコス選手なんか本当に行ったり来たりで体に油を塗ったりですね、本当に落ち着かないといった表情でした。はい、ありがとうございました。そのクリス・マルコフ、早くもアントニオ猪木選手に突っかかりました。30分一本勝負、優勝決定トーナメントであります。早くも額から血がにじんだか、いや額がちょっと赤くなってまいりました。アントニオ猪木選手、先生が言っていましたね、はい、ボディスラム、クリス・マルコフ8点6点5を上げております。ダークホース的な存在と見られましたクリス・マルコフ、アントニオ猪木と優勝決定戦であります。まあ、A 組がジャイアント馬場、ボボブラジル、引き分け、馬場選手にとっては誠に残念ですが引き分けている。この選手が、この今リング上の両者が勝敗を決定するとなると、もう11回ワールドリーグの優勝は決定ということになりますね。そうです、もうこの今行われている試合の勝者がまあ優勝者ということに自動的に決まるわけですね、はい、その意味でもマルコフ慎重に自分の持ち前のラフファイト、最初から先制攻撃でアントニオ猪木選手を圧倒しようというところでありましょう。ラフファイターながら冷静に戦局を見つめている、冷たい眼差しであります。記者席の机にアントニオ猪木を打ち据えておいてリング上に戻りましたクリス・マルコフ。あのね、今度のリーグ戦でですね、はい、備えまして猪木選手のね、一つ思い切ったね、話があるんですよね。それはちょうどリーグ戦の前にね、扁桃腺切ったんだよね、はい、あとあの扁桃腺がいつもそのリーグ戦仲間にですね、いつも大熱が出ちゃってですね、もうそのいい時にその悪いそのトルコ何見てんだよ、もう体調がもう本当にいい体調じゃなくてですね、それ一番心配してですね、今度リーグ戦前でも切っちゃいましたよね。それで初めのうちはそのボラジルにやられてちょっと調子が悪かったんですけど、今もう最高のそのどんどんその上り調子ですからね、あれそれがいいんじゃないですかね。シリーズ中にも目方が増えたと言っておりますアントニオ猪木選手、クリス・マルコフ、しかし切れ味の鋭いフライングミスタンスを見舞いました。さらにニードロップでありますロープ最上段、これはアントニオ猪木選手うまく避けました。右膝を痛めたクリス・マルコフ、その右膝へ引きを浴びせますアントニオ猪木。膝への集中攻撃、アントニオ猪木、今年は本当にはっきりと優勝を意識し、優勝を目指して一戦一戦戦ってまいりましたアントニオ猪木選手であります。ともかく目前の敵はこのクリス・マルコフであります。あのね、今年のそのこういう混沌になったのはですね、まあ坂口選手が帰ってたんですね、それでまあ割合いい成績を上げましたね。それから大木選手、また吉村選手がもう
最後の土壇場で優勝するんじゃないかっていうところまで行ったんですよね。これまあいろんな日本勢のもう本当の奮闘でこういう結果になったんですね。初めはもうその何ですか、もう国技館でですね、もう両方ともそのもうダメがぐらいのところまでもう話に上ったんですけどね、後でその日本人の若手、まあ吉村選手がまた濃厚な一勝してですね、本当のもう大金星のようなやつを挙げましたよね、はい、5月13日静岡大会18分19秒逆さを抑え込みでブラジル選手を破っております吉村選手、あれはもう大金星ですよね、はい、あれがなかったらもう決定しちゃったんですね、はい、だから今度はそのとにかくその大木選手もですね、怪我をしなかったらまだいっぱいでありましたからまだ分からなかったんですね、とにかく日本組がもうざーっと次がなんか揃ったような感じになりましたね、まあ、大木選手は非常に好調だったんですが富山で左足を捻挫いたしまして岐阜大会でのブラジル戦不戦敗となっております。これが大きく響きまして優勝戦線から脱落しております。まあしかし今年のリーグ戦ほど誰が勝つかわからない予測がつきがたかったリーグ戦もないですね。それが今日に集約されている、そういうことですね。4人が同率ですからね。あと大きく蹴り返したアントニオ猪木、クリス・マルコフ天井を仰ぎました。まあ、逆に揉めに揉めるということは、はい、ファンの側から見れば非常に面白いスリルのある試合展開だったと、ね、いうことですね。ロープに飛ばしました。ホルダースルー肩車、まあ、マルコフを飛ばした。おっと体当たり、ロープに飛ばしておいての攻撃はいかようにも料理できますアントニオ猪木選手ですがうまく避けました。しかし腰を打ったかアントニオ猪木、なんか出したようですね、狂気ですね、フランクスの中に何かを隠しました。攻撃攻撃から、はい、狂気攻撃から、まあ、流血、血を見なければ収まらないというこのクリス・マルコフ選手であります。ラフファイターを相手にしておりますアントニオ猪木、これで勝負がついたらもう勝った方が自動的に、はい、もう第11回の優勝者ですからね。そうですね、荒くベストコンディションで今日の試合に臨んでおりますアントニオ猪木、クリス・マルコフの髪の毛を掴みました。カウント11-12、またもマルコフが場外戦へとアントニオ猪木を誘います。新聞記者席の手に頭を打ち付けられましたアントニオ猪木、さらに猛烈なトーキックであります。カメラマン蹴り込みます。椅子を持ち上げたクリス・マルコフ、頭を据えておいて脳天ですね、共に入りましたね。ずしんとくるほど大きな音がいたしました。クリス・マルコフ椅子で一撃、猪木の目はしかし輝いております。アントニオ猪木、ロープを張ってあります金具に頭を打ち付けられましたアントニオ猪木、もう一度6メートル四方のリング上、エプロンを走らされましたアントニオ猪木。このマルコフはもう今シリーズはもう徹底的にもこんな試合で通しましたね。ね、だからだいぶフライングからフライングドロップキック場外へ飛び出しましたクリス・マルコフ。スターリングラード生まれの29歳、お父さんもポール・マルコフと言いまして、ヨーロッパでのチャンピオン、プロレスラーであります。親子2代にわたるプロレスラー、1960年パリでデビューしておりますクリス・マルコフ。
背骨を踏みつけるアントニオ猪木。一方1m90、120kg、インターナショナルタッグチャンピオンアントニオ猪木。このワールドリング戦にはアントニオスペシャルメンディアも含めて登場しております。さてトプラツイストの体制に入りました。観客席が沸きます。東京都体育館、しかし反則のパンチであります。思わず悶絶するアントニオ猪木。ファイト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 、ほら、ジャンクスの中から何かを持ち出しました。頭をつきます。猪木倒れ込んだ。ファイトファイト。11回ワールドリング戦優勝をかけた一戦、 A 組のロボブラジルジャイアント馬場戦は引き分けに終わっておりまして、この両者もし勝敗がつけば勝った選手が11回ワールドリング戦優勝者となるわけであります。場外へ転落アントニオ猪木。髪の毛を掴んだ、またも本部席の机、今度は向こう側本部席の机に打ち当てました。クリス・マルコフ、昨年ワールドリング戦に来日したアンジェロ・ポッソとのコンビで、何しよう無法コンビ AWA の世界タッグチャンピオンクラッシャー・ブルーザー組を破ってチャンピオンの座に着いたこともあります。誠にラフファイター、猛烈なレスリングをいたしますクリス・マルコフであります。アントニオ猪木の額が大きく割れました。狂気攻撃に行きましたクリス・マルコフ、またも気を見ました。優勝決定戦であります。ほら、タイプ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 。アントニオ猪木の戦決がしぶきとなって飛び散っておりますリング上。第11回ワールドリーグ優勝決定戦、両手真っ赤にいたしましたクリス・マルコフ、額を割られ、その額から鮮血が再び落ちます。アントニオ猪木、またも場外へ落とされました。場外へ倒れ込んだアントニオ猪木選手に対して容赦なく踏みつけますクリス・マルコフ。ほらカメラマン見ねえのどうしよう。顔面真っ赤、新聞記者席の机に打ち当てます。容赦ないクリス・マルコフ、場内へ戻りまして早くも勝利のジェスチャーであります。ラッキーをつけないとダンスないですね。もうちょっと我慢ですからね。顔面本当にも真っ赤でありますアントニオ猪木。そこへ噛みついてますねマルコフはね。ここでだいぶ頑張らないと。ほらカメラマン頭上げろ。猪木頑張れの声が聞こえてまいります。東京都体育館、赤いマスクをかぶったようでありますアントニオ猪木、ほとんど目は見えないものと思われます。髪の毛をつかんで容赦なく、その傷のあたりに猛烈なパンチを浴びせましたクリス・マルコフ。割った額に馬乗りになりますマルコフ。カウント2でアントニオ猪木はこのマルコフを跳ねのけております。あのボディスラムも独特ですね、はい、非常にねあのアングルが高いですね、はい、合理的なボディスラムという感じですね、はい、もうあのままの体勢で
パイルドライバーでもできますね、はいはい、まあ、力がある人でなければできない技でしたんですが、ね、カウント2でまたもアントニオ猪木クリスマルコフを跳ね抜けました。腕回り52センチ、胸囲1メートル50センチ、非常に素晴らしい体をしておりますクリス・マルコフ。カウント2でアントニオ猪木またもマルコフを跳ね抜きました。頑張れ頑張れ。アントニオ猪木の反撃が功を奏するか。パンチで飛びましたクリス・マルコフ。俺左飛び、飛び機械にも猛烈なパンチでありますが、目が定かではありません。アントニオ猪木選手、ようやく目標を捉えているような感じであります。あれだけ気が出ますと目はほとんども見えませんね、まず見えない、流れ込みますね。おそらくおぼろげながらですね、形を掴んでそれで攻撃を加えてるんでしょうね。これ大田大田大田は15分が経過しました。またも何かを出しましたクリス・マルコス。容赦なくアントニオ猪木の顔面に突きを見せます。しかし猪木も立ち上がるか。コーナーマットに顔面を打ち付けます。優勝決定トーナメント A 組のジャイアンツのこの B 組のクリス・マルコフ、アントニオ猪木、勝敗が決まるようなことがありますと、勝った者がもちろん最後の1回ワールドリーグ優勝と決定するわけであります。それだけに絶対に負けられないアントニオ猪木、首投げです。この子のバカ野郎、首投げから顔面を踏みつける、顔面を踏みつけます。ワッショーワッショー、大変な応援であります。東京都体育館、これに負けたよな。ロープに飛ばす、フライング2スタンプ。バディプレスの体勢で踏む、まあこれちょっと早すぎますね。そうですね、まあ、まともなフォールではちょっと難しいでしょう、はい、またも膝を飛ばしておいて、おっと、万字固め、アントニオスペシャル、万字固め、アントニオスペシャル、万字固め、決まるか、決まるか、優勝決定か、クリス・マルコフ、リバップか、万字固めの体勢に入りました、アントニオ猪木、リバップだ、リバップ、リバップだ、優勝決定、優勝決定、アントニオ猪木、優勝決定、初優勝決まる、アントニオ猪木、顔面を真っ赤に染めました。アントニオ猪木、思わず飛び込んだ吉村道明選手、そして坂口選手も飛び込んでおります。またぬるま万字固めによりまして、鮮やかなアントニオ猪木選手、クリス・マルコスをリバップに捉えました。クリス・マルコス参った、アントニオスペシャル万字固め、鮮やかに決めました。ジャイアント馬場選手もリング上に登場。アントニオ猪木優勝決定であります。初優勝、今のあの最後のですね、万字固めのフィニッシュに入る前に2度ほど見せましたフライングニースタンプが効いてましたね、はい、あれがなければ万字固めに入れなかった、はい、ああいうその前のですね、技が非常にものを言ってるんで、いきなり入ろうとしても無理ですね、はい、あれでかなりあの溝落ちのあたりをですね、うまく決めて、完全にマルコフをフラフラにしといてからやったから、うまく決まったわけですね。カメラマン、ほら下がるよ。昭和18年生まれの26歳アントニオ猪木選手、第11回ワールドリーグに優勝いたしました。頭見に来たんじゃねえんだ。いや、 やっぱりね、猪木選手のね、この試合前のですね、この伝統戦のですね、あれを続くスタッフがもう一番もう立派だったんでね、思い切ってやってですね、まあ、あの信念というのがやっぱり、今日の栄冠をかじれたんじゃないですか。まあ、本当にあの、リーグ戦の初めから振り返ってみてもですね、猪木選手がこれ
ほど優勝に意欲を燃やしてたというのは勝ってないことですね。川島将司の日本プロレスリングコミッショナーよりワールドリーグチャンピオンの認定証を授与されました。初優勝誠に嬉しそうなアントニオ猪木選手であります。平井雄一日本プロレスリング協会会長よりワールドリーグ優勝トロフィーが授与されました。スポーツ振興財団よりもトロフィーが贈られます。三菱電機株式会社小倉広報部長より優勝トロフィーの贈呈でございます。この放送をお送りしております三菱電機の小倉広報部長より三菱電機賞が贈られました。同点第2位ボボ・ブラティム選手にスポーツ日本新聞社坂木原事業部長より準優勝盾を贈呈でございます。準優勝盾ボボ・ブラジル選手であります。同点第2位ジャイアント・ボア選手に日本テレビ放送の株式会社宮崎報道局長より準優勝盾の贈呈でございます。日本テレビ放送も宮崎報道局長より同点準優勝のジャイアント馬場選手に盾が贈られました。社長より優勝第3位の盾が贈られます。優勝決定トーナメント A 組の引き分け同士 0.5、 そして B 組の 8.1 はアントニオ猪木選手で最も得点が高く 7.5 となったわけであります。そして敗れたクリス・マルコフ選手が 6.5 のままということで第3位となったわけであります。参加全選手に記念品が贈られております。メリーコナンバー3、メリーコナンバー2、ゴリラモンスーン。このモンスーンも大きな、しかし11回ワールドリング戦の目ではありましたね。山田さん、非常にね、最初はね会長に飛ばしてたんですが、まあ結論から言うとですね、飛んだハプニングで山本選手に敗れたということがね、脱落のきっかけを作ってしまいました、はい。まあ、しかし前半戦で日本勢の主力を痛めつけたあの実力はもう大変なものだと言っていいでしょうね。誠に嬉しそうなアントニオ猪木選手、手を高々と上げて観衆の拍手に応えております。放送席にアントニオ猪木選手をお迎えします。大変な騒ぎであります、はい。おめでとうございます、猪木選手。ご苦労様でした。それではここでアントニオ猪木選手アントニオスペシャル万事固めの模様、スロービデオ、日本テレビのスロービデオで振り返ってみたいと思います。猪木さん、よく見てください。フライングにスタンプがよく効いてますね。あの一発が効いてますね、はい。右足からフックですね、非常にあの速い速度で左足が上がってますね。うまく入りましたね、その時にもうあの腕を決めてますからね、はい、完璧な形ですね。鮮やかにアントニオスペシャル万事固めが決まりました。クリス・マルコを捉えたアントニオ猪木、ギブアップを告げますレフェリーのユセフ・トルコ、どうでした猪木さん、
決まった瞬間は、はい、決まった瞬間どうでした、もう夢中でした。あの 2スタンプでね、だいぶ、はい、マルコフを弱らせましたね。あれが非常に結果的には良かったと思いますが、もう目が、ね、血でかぶっちゃってね、はい、全然見えなかったんですよ。それにしても2、3分がうまく決まったですね、あれ相当答えが手応えがあったんじゃないですか。あったんでね、これはいけると思って最後にマンジー入ったんですけど、はい、今度のですねリーグ戦を通じて、これでマンジー固めは2回ですね。はい、なるだけならね、はい、結局あまり最初の方に出さずにね、結局秘密として置いといたんですけどね、はい、まあやっぱり温存したことが良かったんですね、結果的に。押すなよ。ワールドリーグの最終ホールを見てみますと、ポプラツイストが2回、マンリ固め1回、そしてタイ固め2回、エビ固め1回ということで、誠に多彩なホールで優勝決定トーナメントに進出してまいりましたアントニオ猪木選手、ついにクリス・マルコフをアントニオスペシャルマンジ固めで捉えまして、第11回ワールドリーグ戦の優勝を決定づけたわけであります。ほら放送席大変な騒ぎであります。お前なんだ、さっきからあれじゃないか。まあしかしですね、猪木さん、まだな、振り返ってみてですね、苦しかった試合っていうのはどれですか。やっぱりブラジル戦はね、出だしだしね、調子も出ないうちだったもんでね、やはり苦しかったですね、はい。アントニオ猪木選手のあちらにはジャイアント馬場選手も見えております。馬場選手もともにですね、これ立ち上がりましょう。どうぞ立ち上がってください。大変な騒ぎであります。ともかく今度のワールドリーグ戦は第1戦、開幕第1戦のハプニングがずっと尾を引きまして、大変な騒ぎとなったわけであります。お二人の上でも大騒ぎになりましたが、優勝決定の試合が終了した後、放送席も大変な騒ぎであります。机が潰れました。握手を求めますファンが詰めかけておりまして、収集がつきませんが、誠に猪木選手にとっては嬉しい混乱でありましょう。本当によく戦いましたアントニオ猪木選手。大勢のファンが文字通り猪木選手を囲みまして、おみこしを担いでいるような感じになっております。私どもの放送席の机も揺れ動いておりまして、機械が壊れなければその方が心配になります。ようやく猪木選手が控え室への道をたどりまして、なんとか騒ぎが収集されると思います。本当に猪木選手の優勝おめでとうという感じの東京都体育館であります。それでは今日はこの辺でお別れいたします。